人工知能と数学の8回目です。今日は数学間、数学に対する人々の考え方があの技術を動かすことがあるという話をしようと思います。で、トーピックスで取り上げるのは、1980年代の形式手法の交代という、まあそういう事件ですね、それを振り返ってみようと思います。 えと先に確認しておきたいことがあります。でまあ、基本的な流れは、あの二次世紀数学と計算機科学がどういう接点を持っていたのかって話があります。えーとまあ、コンピューターの利用が拡大する中で数学と計算機科学の接点を探ろうという研究は活発になります。 で前回紹介したのは、まあ、あの1930年代から40年代にかけてとても重要なあの数学とあの計算機科学の接点があったという話だったんですが実はその頃コンピューターはあの影も形もなかったわけですね。 で、そういうコンピュータの登場とその利用の拡大という中で、1970年代に2つの研究の流れが独立に生まれます。1つは、あの、コンピュータサイエンスの側から生まれた具体的なプログラム分析を通じて、計算機科学の数学的基礎づけを目指す動きです。で、もう1つは、今回は触れませんけれども、論理学、数学の側から生まれた、 プログラムとその実行の数学的特徴を捉えようという動きです。この二つがあります。で、前者の代表は、法やダイクストラ、あるいは、まあ、あの、まあ、二人にしときますか。彼らは、あの、第二文や有文、シーケンシャルの実行と繰り返すのワイル文といった具体的なプログラムと構成と論理の関係を研究しました。後者の代表は、 ハバードやマーチン・レフですね。彼らは型の理論を通じて、抽象的ですけれども、プログラムの実行は、ある定理の証明にほかならないという認識にたどり着きました。これについては次回プレイをというふうに思います。両者のアプローチは異なったものですが、生まれは違うんですね。プログラムと論理という問題意識は共通のものでした。ただ、二次世紀の段階では、 プログラムと論理という問題を扱うにいろいろ困難がありました。で、スナカのアプローチでは、現実のコンピューター技術や具体的なプログラム言語との接点は明確ではありませんでした。まあ、前回も触れましたけれども、大体いい型の理論とその実装というのはあの30年から40年のタイムラグがあるんですね。で、一方、計算科学からのアプローチでは、 論理のの多様な性質への理解を変えていますこれは今から思えばの話ですね。で、実践的には彼らの理論を実行する強力なマシンは存在しませんでした。で今回のセッションでは、あのホア・ダイクストラらの形式手法を取り上げます。彼らのアプローチをあの形式手法と呼ぶんですけれども、 で、実はこのムーブメントは80年代挫折します。挫折するというか、後退するんですね。興味深いのはこのムーブメントが挫折した背景には、IT、IT 技術の基本数学を置くべきだというからの主張が、容易には周囲に受け入れなかったことがあった。というふうに僕は考えています。で、 まあ、日常生活と数学を遠ざけるような考え方ってある意味当たり前のように広く我々の間にあるんですね。で、まあ、だからあの、科学と数学の間は近いのかもしれませんですけれども、技術と数学というなると、あの実はあの意外と距離があるんです。ですから、あの技術の基礎に数学を置こうというアプローチ。 まあ、形式手法ってまさにそういうものだったと思いますけれどもそれはあのなかなか理解が得られなかったっていうのが80年代の形式手法の交代の背景の一つだというふうに僕は考えていますである意味奇妙なことなんですがそういう多くの人が共有する数学感というものが実は技術の動向を左右する でこれはあのとてもあの大事なことですね。で技術まあ科学は少し、まあ、そういう数学科の影響をあのダイレクトに受けるってことは少ないと思いますけれども技術に関してはそうじゃないですね。でみんなが数学科に対してどういうイメージを持っているのか。でそれが あの技術とあの数学の関係を捉えるときにはとても大きなある場合には非常に大きな障害になるということだというふうに思います。で、まあ、今回はその一つの,あのトピックとして80年代の形式手法の交代を取り上げたいというふうに思います。 で形式論の登場というのは、この60年、まあ、60年、何十年か初め入りかけた頃ですね、ほぼこの論文が代表的なものだと思います。で、まあ、コンピュータープログラミングの合理的基礎、そのまんまですね。で、これはそのアブストラクトですけれども、で、コンピュータープログラミングの論的基礎を探求する試み。 という,ふうに位置づけてますでコンピュータープログラム特性の証明に使用できる公理と数理論のルールのセットを解明するこのような公理とルールの例を挙げて簡単な定理の正式な証明を示すで最後にこれらのテーマを追求することが理論的にも実用的にも重要な利点が得られる可能性があることを論じるまさにそのものですね こうした研究を動じ続けたものというのは、こういう認識です。コンピュータープログラムには正確な科学である。その中では、プログラムのすべての性質とどんな環境のもとでそれが実行されたとしても、この実行の結果は原理的にはプログラム自身のテキストから純粋に演繹的推論の手段で見つけ出すことができる。 でこういうのが彼の動機だったまあ、あとは、まあ、今,回あの今回はあの省きますけど、有名なフォアのトリプルというのがあって、でそれの小売として起立する、まあ、代入だとか、合成だとか、あの条件分だとか、あのあのシーケンシャルの実,あの実行だとか、お会いる。 そういうものを効あの,理かあの論理的にあの記述するで結論としては単純ではないプログラムに証明を与えようとする実践はかなり強力な証明や技術が利用可能になるまでは広く広,あの広く広がることはないと、まあ、そういうか条件は彼は、まあ、当然認めてるわけだ。 でまあそれが証明技術が利用可能になったとしても簡単ではないだろうそれもその通りになった本当に難しかったんですしかしプログラム証明の実践的な利点はプログラムのエラーによるコストの増大という観点から見て結局のところこれらの困難を圧倒するだろう確かにで彼が言ってるのはこういうのはあのとても難しい技術的には難しいかもしれないけれども これはあの実践的な利点があるんだと。それはあのエラーを起こすことによるコストと,かと比較すれば結局のところこういう困難を圧倒するだろうという。 楽観的な見通しを述べています、まあ、ここでも基本的にはあのコストの観点からこの技術は役に立つ。これは後でも述べますけども、彼らはそ,のそういうところは一貫してるんですね。まあ、それは悪いことではないかもしれません。でこれはもう一の,、まあ、あのダイクストラーもそういう論文を続けて、まあ、これはあの直接には法案の,アの三つ組みを。 もっと、あのー、深く捉えるっていう論文なんですけれども、まあ、今回あまり中身があまり触れませんけれども、有名なのはこの、あのー、プレコンディションの,あの最小プレコンディションっていう考え方ですね。これもとても大事なものだったというふうに思います。で、彼らの基本的な認識をちょっと、あのー、短くまとめてみました。 これはあの、今から見てもあの僕は正しい認識だったというふうに思っていますでこれはランポートですけれども数学は人間の厳密な推論を可能にする最良のアプローチとして2000年以上にわたって発展してきました数十年にわたる疑似プログラミング言語の設計はその優位性を脅かすものではありません 数学的に推論する最善の方法は数学を使うことであって、疑似プログラミング言語を使うことではありません。まあ、当時はあの、ソあのソーとスウド、疑似プログラミング言語で、プログラミングの正しさを、まあ、あの、ギリパスカルみたいなのが多かったような気がしますけれども、あのそういうことであの、このプログラムはこういう流れで、それは多分基本的に間違いないんだと。 っていう議論が、まあ、多かったってそれしかなかったんだけども疑似プログラミングでプログラミングを説明してもでそれはあの数学的な推論とは言えないでさあ一番いいのは数学そのものを直接使うことだっていうそれがあるいは論理学をそのまま使うことだでそれはもう2000年以上にわたってあの厳密な推論を可能にする最良のアプローチだ いいうううそ立場ダンボートは非常に若かったはずですけれどもね。で、ダイクストラこう言ってます。継続的な、すみません、網羅的なテストが不可能なときには、ほとんどがそうなんだが、我々の信頼はそれが機械的なものであろうとなかろうと、証明の上にのみ基礎づけられる。網羅的なテストが不可能ならば、ある あのプログラムが信頼に足りるかどうかはそれが証明できるかどうかにかかっているそれしかないはずだでこれも非常に大事なあの命題でこれは今日でも正しいで今日でもしかしできていないんですけれどもこういう見方ですねで同じく大工スは、アで証明が与えられていればそれによってプログラムを正当化できる で正しいプログラムを導くことができる。証明からそれによって正当化されるプログラムを導くことは実は簡単なんだ。だけれどもプログラムが与えられていてそれを正当化する証明を構成するのは実は難しいんだ。だから証明から出発してでそれによって正当化されるプログラムを導こう。で今はみんなプログラムを。あのあの がまずあって、それを生当化させる証明を作ろうとしてるけど、それはかえって難しいんだっていう話で、これもなかなか面白い発想だというふうに思います。で、ダイクストラ。これは最後にちょっと、あの、彼は、あの、ライブニッツの語源文法というか、 あのそういう普遍的な論理の存在っていうのをとても強く心を惹かれていてでライプニッツの夢の一部が現実のものになりましたその変化の大部分が数学ではなくむしろ計算科学の分野で起こったことは非常に理解しやすいことですでつまり計算の世界はライプニッツの家となりそれが私の家でもあったことは幸運でしたでここはむしろ あの計算科学の世界こそがライプニッツの夢をあの引き継ぐ、まあ、そういうある種の、まあ、プライドみたいなものを持っ、まあ、彼はあの実際最後までこの立場を捨てませんでしたでもライプニッツはこういう考えですねあの私たちの睡眠を正す唯一の方法は 数学者の推論のように、それを具体的に目に見える形で扱えるものにすることです。そうすれば、一目で自分の間違いを見つけることができます。人の間に論争を分けたときには、簡単にこういうことができます。難しい話は抜きにして、どちらが正しいか計算してみて。で、言語を計算できるあ,あ,のあの思想も、とても素晴らしいですね。 でライプニッツの影響というのも景色賞の,あの、まあ、大工さんは特にそうだと思いますが強く影響を受けているってことがあのこの部分を見ても分かるというふうに思います。で実はそういうあ,のある意味では若い数学者というか若いコンピューターサイエンティストの非常に元気な あの発言を見てきたんですけれども、そこにちょっと暗雲が立ち込めます。それは ACM が論文誌で形式処方の批判を展開する、展開というか、そういう論文を掲載するんですね。で、1979年のことです。こういう論文ですね。このプログラム形式は 計算科学とソフトウェアエンジニアリングにおいては数学での証明と同じ役割を果たすことはない。で、な、ま、ぜ、あ、ならばそこには連続性の決果や変化の不可否性や仕様の,の複雑さで、これはあの数学で扱うには困難だという話ですね。だからそれはプロム言語の設計に大きな影響を持つことはない。 というまあ、この程度の話、まあ、あの最後の、まあ、複雑さを理由にして、まあ、そのその究所がプログ言語の設計に大きな影響力を持つことはないというのは、これはあ,の、まあ、ある意味現実論としてはあり得る話かもしれません。でまあ、この論文ですけれども、ソーシャルプロセス・プローフス・オブ・セオグラム・プログラム。定理とプログラムの証明と ここが問題のソーシャルプロセス、ここが突然出てくるというような印象をお持ちかもしれませんが、まさにそうなんですよ。で、このミロたちが扱ったのはで、プログラムの検証なんか必ず失敗するとかはっきり言ってるんですね。このは e r i ケー c a ン i o n is r o は、 もう本当に若かったんですそのこ,のこの論文を掲載したことに対して ACM に抗議のメールが起こっています。これもちゃんと今読むことができます。まあ、だけど、この論文は非常に大きな影響力。まあ、直接的には形式使用を進めておこうという人たちには非常に大きな打撃を与えることになります。でしかも 単にあの複雑なものを数学で扱うのは無理だというにとどまらず実はその背後にはあのこういう数学家があの潜んでいたことで潜んでいたんじゃなくてこれを公言するんですけれどもこう言いますで証明の目的はある定理のただき返する人の確信を増大することである。 でもこれは目的というのも結果だと思いますけれどもねでしかしそうではない彼らが使う証明は全く別の生き物だ証明は問題を解決さえしない何を言ってんでしょう証明はその名が示唆するものとは逆に確信に向かう一つのステップの過ぎないのだ結局のところ数学者がある定理に確信を持つか否かを決定するのは社会的プロセス なのだと我々は信じているこれはあの数学ひどいですね、まあ、数学を複雑なシステム適用することの難しさあるいはまあ具体的にはあのプログラムの世界にあのプログラムの検証に数学を使うってことは難しいっていうのは分かりますでもそうじゃないんですねもっとここではあのあのそもそも数学っていうのはそういうもんなんだ 数学はあの,の証明というのは我々はそれが何かあの正しさを示すもののように思ってはそんなことはない証明はあの問題解決もしなければで結局そのかあの数学者がそれに確信を持つプロセスを与えてるだけで,で最終的には数学者がある推論に確信を持つのはそれは社会的な プロセスが決めるんだ証明なんかじゃないっていうあのこれは驚きですねで彼らの論文のタイトルに「社会的なプロセス」だったのはそういう意味で社会的なプロセスが証明ではなくて社会的なプロセスが数学者の革新を決めるでプログラム検証者たちの間に数学と比較できるような社会的プロセスは存在しないのだから プログラムの検証は失敗するのを定められていると我々は信じている。でプログラムの検証にあの社会的プロセスが存在しないんだから検証は失敗する。これも暴論とは暴論ですねで。だからプログラムについての誰かの確信に証明がどういう影響を与えるかは我々は見ることができない。これは全く逆だと思いますね。 でまあ、僕の理解ですとこれもまた別の話ですけれどもで大抵の数学者にとって定理に対する確信はまず最初の直感的に与えられるものですねそれは社会的なプロセスではない個人的な確信ですねだからそれを証明しようとする、うん、だと思いますで数学者ってのは別にあの IT 業界にそのようにコミュニティや学会に集まって社会的なプロセスの合意を作るのが好きなようには思いません まあでも、ここではあのこの論文では社会的なプロセスが数学者の革新を決めるという言い方をしています。これは数学的には数学論としては全くの愚論ですね。だけど ACM というのは計算科学では最も権威ある学会の一つなんです。でそこでこうした議論が行われていたことというのはとてもあの驚くべきことですね。ただ、 それはあの現地の世界の IT の世界の多くの人の心情と数学を代弁してるんじゃないかというふうに僕は思っていますですからそれが数学論といはどんなに異論でも実は多くの人に影響を与えるんですなぜならばそれは多くの人たちが暗にあのあのその論文のように 明確に論化して述べることはしないんだけれどもみんなが考えている抱えている数学感というものがそういうものだからですねこの問題はとてもあのそれはあの数学っていうのはある意味あのまあこういう言い方あのしちゃいけないかもあ,のある意味あの嫌われてる ですね、あるるいは疑われてるんですねで。数学なんぼのものじゃというか数学はなくても世の中は回るんだというのは実はあのとても広いあ,のある種の多くの人の確信なんですよ。でそのことを見ないと多分いけない。でもそ,のそういう数学は役に立た本当は役に立たないんだ。 というのは僕は間違った意見だと思いますけれどもそれが圧倒的多くの人たちの意見を代表しているかもしれないという考えを持つことは大事ですこれはでも実はなかなか打破するのは難しい課題なんです理論の問題じゃないんです心情の問題だし経験的な確信の問題なので それを理論で論破してもあのどうにもならないところがあるんですよね。その壁は実はある時には技術の動向も左右するそういう力を持つということがあるで。それがかわいそうですね役に立たないと思われてる。でそんなものは俺には関係ないし。 で偉そううなな顔をするなという、まあ、僕は数学はかわいそうだなとも思いますだからあのまあまり独りよがりに数学できれば何でもできるというふうに思わない方がいいってことなんだと思いますけれどもねでこの「ミロたちの論文」は実は有名な論文なんですでもちろん悪名が高くて有名なんだという意味なんですが これはああのまあ、今、21世紀に形式表を復活させようというプロジェクト、ディープスペシフィケーションというあのモーブメントがあるんですけれども、そのカンファレンスで、このまああのディープスペシフィケーションの代表であるチッパラが、この論文のアブルストラックスの部分をあの引用しています。で、まあこれはチッパラのその同じ論文、この、あの いいわゆる見ていただけば分かりますけれどもでまあそれぐらいあの実は悪名の高い論文悪名が高かろうがグロンだろうが影響力はあるんですねで20世紀の警視庁は80年代を通じて衰退後退します代表的なのはあの騎手だったホアとダイクスラであの二人は実はたもを分かちます で法話が脱落したってこの警視庁から脱落しただけじゃなくて警視庁の批判者に回ったってのは実は大きいんですね。大屈辱は最後まで警視庁の正しさをあの信じてそれを推進するという立場でした。 でこれはホワの,の1996年の論文ですけれどもでこれもばっかげてますね「なぜあのソフトウェアは証明なしにこれほど信頼できるものになったのか」っていう論文なんですよ。これが形式証の推進者だった人がこういうことを言い出すわけですね。で ソフトウェアは証明なしでも信頼できるようになったっていうんですよ。で、こういうことを言ってます。最近のマッキンゼの分析は、コンピューターに依存したことに起因する可能性もあるとこれまで考えれてきた数千人の死亡事故のうち、ソフトウェアのエラーで説明できる死者は10人程度すぎないことが明らかにした。で、その上で、ソフトウェアがこんなにも信頼できるようになった理由を列挙しなや テスト手法、デバッグ、まあ、いろんな多くの技術を投入して、プログラミングの方法のも変わったんだ。で、ソフトウェアは証明なしでも信頼できるものになった。まあ、これはなかなか、あそれぞれの,あの項目は説得力もあって、なかなか興味深いものです。というより、むしろそれは現代の,あのプログラミング開発手法そのものを、まあ、彼らが基礎づけたということですね。 で現在のソフトウェアエンジニアリングのスタイルの基本がこうして30年近く前に決視庁の交代の中あるいは決視庁を批判する中で形成されたでそれはあの今の開発表を見る上であの大事なことだというふうに僕は思っていますで30年もただいろんなものが変わっていきますね現在の我々は再びソフトウェアは安全なのかという問いの前に あるいはキッパラーが言うように、これはデープスペシケーションの問いかけなんですけど、開発がテスト、デバッグ、コードレビューを繰り返すことで、バグのないプログラム作れるのかという問いの前に立たされているわけです。で、フォアはあの21世紀になってから、またくだらないことをいろいろ言うんですね。あの、まあ、あの、ノルルレファレンス。 塗るを,をポイントするっていうのは、これが間違い。そういう言語の設計は間違い。それで数十億ドル損したっていう。まあ、法はもう年取りましたね。こういう顔、今じゃなくなりましたけどね。まあ、だけど、あの実際、これは、数十人どこか。 あのつい最近ですね、まあ、最近2018年に、ボイン737の事故が相次ぎましたけれども、で数百人死んでます。で決してあの、これはプログラムとも関係な事故じゃないです。一方、ダイクストラはですね、まあ、これもかなり増えましたね。で で21世紀の初めまで生きて2002年に亡くなります。裁判年の2001年に彼が表した「ライプニッツの夢のマリコの下で Under the spell of Leibniz doing」これはとても面白い論文ですね。で彼の生,あの生涯を振り返りつつコンピューターサイエンスについての彼の立場を語ったいわば彼の 遺言言とも言える文章ですで大工さんの論点は多岐にわたるんですがいずれもき理的です。コンピューターサイエンスの理論と実践の関係、コンピューターサイエンスとコンピューター技能の関係、大学の役割とその変化、プログラムが誰でもできる。まあ、これはいずれも皆さん、おそらくこれについてそれぞれの答えをお持ちでしょうけれども。 この文章が刺激的なのは、我々の多数の通念とはほとんど逆のことを彼が述べているから、おそらく反発する人も多いと思います。例えば、プログラム誰でもできるか今、プログラムの大衆化、民主化っていうのはある種の,あの正義っていうか、認識の旗印ですが、彼は全く逆なことを言いますね。数学も理解しないプログラムできるってみんなが思わせるのは実はダメなんだ。それがプログラムをダメにする。 という立場です。僕はむしろ実はそういう考えに近いんですけれどもねで特に今回のセッションのテーマは計算機科学と数学の接点の問題を考える時に彼の問題提起はとても重要だと思いますでこうした主張がコンピュータの世界に存在していることを知ることは、未来を展望した時に大きな意味があると僕は考えています なぜなら未来は現在の連続的な延長上にあるとは限らない変化は現在の常識のいくつか覆すだろうというふうに僕は思っていますで文章は平易だし論子も明確です興味ある人はぜひ目を通していただければというただあの僕今回この文章を直接紹介することは遠慮しましたあの非常に刺激が強すぎてかえって あの僕が言いたいことを曲解されるあの,あの恐れもあるんでまあそれはあのまあ興味がある人は是非読んでみてこういう見方があるんだってことはあのとても大事なことだというふうに思いますまあ最近の動きを見てると例えば僕あのネットで見ただけなんですある人が あの例えば航空機の予約システムを作ろうという問題があるんだけれども若手は全然反応そんなのすぐできるじゃん簡単じゃんみたいなでそれからそのキラキラ系技術者って呼んでエンジニアって呼んだのとても面白いなと思ってでまあそうか今のクラウドネイティブはその難しい問題簡単なものだと考えちゃうんだっていうのがありました。 もう一つはあの、まあ、今のチャット GPT ですプロンプトエンジニアリングっていうのがあって、で、あれもバカやで、ね、プロンプトエンジニアリングって要するに小学生の分かる数学の問題を、あの、AI に教えるためのエンジニアリングがあるそれは逆立ちしてますね。数学を教える、小学生の数学を教えるの先最近で。 そのプロンプトエンジニアリングを通じて数学の問題を解くの全くのを逆立ちしてますね、だからそういうの,にのを考えると、実は大骨諸が見通したことは実は正確だったんじゃないかというういます、あえてあの中身は述べませんでしたけど、興味ある方はぜひ、彼の遺言をぜひ読んでいただきたいというふうに思います。 今回のセッションは以前行ったディープスペシャセッションをテーマとセミナーこれはかなりの6時間ぐらいのセッションなんでごくごく一部しか今回お話しできませんけれどもこのページを参照していただければ。 でまあ、面倒な方は講演資料は次から直接ダウンロードできますのでぜひ参照してください。まあ、というわけで今回のテーマは数学に対する人々の考え方って実は技術を考えるとても大きな拘束要因になるという話でした。